今回は鶏もも肉の中華風さっぱりの作り方を紹介します。鶏肉をお酢で煮込むことで柔らかくなり、さっぱりとした風味でいただけます。お酢は疲労回復効果もありますので、疲れている時にもおすすめの料理ですよ。それでは作っていきましょう。まずは鶏もも肉をカットしていきます。脂肪や筋を取り除きます。皮の下に脂肪が隠れているので剥がして取り除きます。内側の厚みがあるところは開いて均等な厚みにします。だいたい筋と脂肪が取れたら、一口大にカットしていきます。鶏肉に下処理をしておきます。紹興酒または酒を少量振りかけます。重曹を少量入れます。塩を少量入れ軽く和えます。生姜の皮とネギの青い部分を入れます。冷蔵庫で最低でも10分寝かせます。材料4人前、鶏もも肉2枚、チンゲン菜8切れ、干し椎茸4枚、ゆで卵4個、にんにく生姜大さじ1、ネギ大さじ1です。干し椎茸は軸を取り、斜めにそぎ切りします。椎茸の戻し汁と水を合わせて 600cc 用意します。糖を大さじ2入れます。甘味料お好みで砂糖や蜂蜜でもいいです。醤油を大さじ2入れます。オイスターソースを大さじ1入れます。よく混ぜておきます。あと酢を 100cc 用意しておきます。チンゲン菜を入れます。沸騰したお湯に塩と油を少量入れます。チンゲン菜をお湯に入れ1分くらい茹でます。茹だったらざるに取ります。茹でただけでも
いいのですが、軽く炒めるとさらに美味しくなる。鍋に少量の油を入れ、チンゲン菜を炒めます。軽く塩コショウします。少量の鶏ガラスープをチンゲン菜に含ませます。水溶き片栗粉で水分を取り込みます。皿に乗せておきます。鍋に大さじ1くらいの油を入れ、しっかりと鍋になじませます。鶏肉を入れて炒めます。香り付けに使ったネギと生姜は使いません。炒めるというよりは表面に焼き色をつける感じです。焦げ付かない程度の中火ぐらいで焼き付けていきます。このくらい肉の表面が焼けてきたら、にんにく生姜を入れ炒めます。生姜は鍋を傾けて油が溜まったところに入れ炒めます。風味付けに豆板醤を小さじ1を入れます。ニンニク、生姜、豆板醤を鶏肉から出た油で炒めていきます。干し椎茸も入れて炒めます。お酢を 100cc 入れます。酢を加熱することでまろやかな酸味になります。椎茸の戻し汁と調味料を合わせたものを入れます。ゆで卵とネギを入れ煮ていきます。軽く押さえてから蓋をして15分くらい煮ていきます。15分くらいして煮詰まってきたら蓋を外し確認します。
少量入れ、味と色をよく。ここからしっかりと煮詰めていきます。このくらい汁が少なくなってきたら、水溶き片栗粉で汁を抑えます。火を止めてから水溶き片栗粉大さじ1くらいをゆっくりと入れてとろみをつけます。しっかりと混ぜながら加熱していきます。汁が流れてこなければ OK です。チンゲン菜を乗せた皿の上に煮物を乗せていきます。今回は鶏もも肉の中華風さっぱりの作り方を紹介しました。酸っぱいものが苦手な方でも煮ることでまろやかで旨味がアップするので美味しくいただけますよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。